あ、洗濯忘れとった。なんか大変そうだな。まあ面倒いけど手伝うか。ミキちゃん、なんか手伝うよ。ちょっと待て、手伝うって言い方でいいのか。なんか偉そうじゃね。さも妻であるミキちゃんの仕事に対し助力する的な言い方じゃない。家のことは俺のことでもあるわけだし、ちょっと上から目線すぎやしないか。まあいかん。家事とはつまり二人でやる仕事。この場合手伝うっていうのはおかしい。手伝うではなく、ミキちゃん、なんかやるよ。何すればいいの方がいいな。よし、そうよ。いや、待て待て、ポッピン、俺一番かっこいいのってさ、何も言わずにスマートに家事やることじゃね。そんでミキちゃんが、あ、やってくれたんだ、ありがとうって言ったら、家事って気がついた人がやるもんだろって言った方がかっこよくね。え、絶対そっちの方がいいじゃん。でも、あー、痛い痛い、なんかやるよって言われた時のミキちゃんの表情、すんごく見たいな。何も言わずに家事するか、なんか言うか、行っちゃお行っちゃお、もうとりあえず行っちゃお。みーきちゃん、ん、なんかやるよ。やることはある？あ、いいよ、二度でもだけん。